ね、ピンが刺さってた。今日はチーム E 公演だったんですけれど、昇格して1年経って昇格1周年を迎えてから初めての公演だったんですけど、まあ、特に公演でその話はしてないんですけど、まあ皆さん実はね、今日が昇格して昇格2年目、チーム E 2年目一発目の公演ということでだったんですけども、まあ最初に出た時からはだいぶね経ちましたね。そうやって思うとちょっと髪の毛すんごい荒れ狂っとる。あれ、荒れ地の髪型をしている。なんかね、まだねちょっと長さが足りてないからねチーム E の2年生頑張ってね。あ、かわいい2年生頑張ります。チーム E 2年生頑張ります。わ、バラのギフト10個ありがとうございます。アメちゃんのギフト10個ありがとうございます。え、これ初めて見ましたね。あれ、ホワイトデーか、もしかしてホワイトデーのアメかな。ねえ、かわいいね、くるみさん。ちょっとこの人ブラッシングの櫛買ってあげようってずっと思ってるんだよね。すんごいさ、毛が抜ける季節。はーい、すごい毛抜け毛。お疲れのギフト10個ありがとうございます。ちょっとね、なんか今日顔がね暗く見えるんですけどね、それはね、あの家の中に部屋干しを、めっちゃ洗濯物を部屋干ししてるからだと思いますね。それであのタオルとかがちょうど顔に影になってますね。え、なんかあの昨日雨降ったじゃないですか。で、私洗濯物を出しっぱなしで家を出ちゃってて、え、今すんごいここにはまってて可愛い。そう、洗濯物出しっぱなししちゃってて、でももうなんか最近いつ雨降るかわかんないから怖くてあれなんですよ。部屋干しにしてて、だからね、カラッと晴れてくれないかなって思うんですけどね、なかなか。そう、スマホ倒したらねちょっとさすがに終わる、これはもう振りとかじゃなくてもう本当に絶対倒さないように気をつけないと。やっぱ洗濯物とかね、やっぱ映っちゃうとあんま良くないので。くるみちゃん、あったかいです。この方心臓がドキ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 してるの。パー、大きくなったかな。髪型可愛かった、ありがとうございます。髪型可愛い、ありがとうございます。今日は三つ編みちゃんです。今日は三つ編みお下げです。まあそんなに髪型にこだわりなくて、今日どうしよっかなと思って二つ結びとか三つ編み系にしようと思ってて、気分で三つ編みって言いました。大きくなったね。だっておいで、大きくなったって。いや、顔がちょっとな、暗いよ。くるみのうんちょがさ、チョコボールにしか見えない。安定性を測る、携帯の固定を測る。
とくるみさんちょっと閉じ込めようかな。あーダメだって、今日やばい。ほらファンの人にもらった袋を破りました。くるみ氏が見て、これ私の一番好きなブランドの袋なんですよね。まだ中身は見てないんですけど、袋的に好きなお洋服屋さんのやつだから、中も、中は何だろう、服かなって思って、ちょっとね、やんちゃやんちゃ、くるみ氏はやんちゃ。でももうだいぶ遊ばせてるから、そろそろねケージに入れちゃいたいんだけど、そう元気なんですよ。私がね公園行って、あーダメよ、公園行ってる間ずっと一人にしてたからね、多分遊び足りないんだと思いますね。けどねかじり癖だけがねちょっと問題でね、やめてねかじるの。なんで紙袋かじりたくなっちゃうんだろうね、草をちゃんとあげてるのにな。でもくるみさんが来てくれてよかったよ。家に帰ってきて一人ぼっちじゃないっていうのは最高なこと。家に帰ってきてやっぱり待っててくれる人がいる、人じゃないけどね、待っててくれるウサギがいるっていうのは結構ね私にとって素敵なことですね。デイジーのギフト10個ありが、あーねえダメだって、お花のギフトありがとうございます。これはデイジーっていうお花だよ。ねえねえやめて、知らないで、ダメだって病気になっても知らんよ。なんかいろんなとこに登ったりするのも好きで、よくね登ってるの。そろそろ戻そうかなと思ってます。ね、あーねねねね、また破られた。あー使えなくなっちゃうじゃん袋が。ほら破られた紙袋ね、なんもうこの家から紙袋を撤廃しないとダメだ。でも楽しそうに走ってるからね、楽しそうに走ってるからね。ちょっと戻してきますね一旦。ちょっとショールーム喋れない、くるみ氏が気になりすぎて。おお自分から戻った。ちょっと閉めてきます。ご飯が食べたかったのね。じゃあね、お腹すいたの。公園終わりってなんでこんなにお腹すくの。危な危な、痛い痛い痛い。いや海年楽しいですよ、くるみ氏が来てからというのも毎日割と
こういうさ飲み口のさ飲み口が大きいやつってさめっちゃ飲みづらくないですか。どうやって飲むのが正解なのか分かんない。ぷはー、うめえ。今日セブンイレブンでさなんかメールでさ送ったの届いたよね。メール届いてるかな。あの桃じゃないや、バナナナナナナーみたいな、なんかめっちゃバナナのちょっと待ってね、写真がねあるんやけど、ね、これを飲んだんですよ。バナナ天国。バナナ天国ってすんごいネーミングね。すんごいネーミングね。ちょっと待って。これシェアしたい、ショールームしてますって。できたかな。できた。OK。 え、めっちゃね美味しかった。なんかすごいバナナの味みたいな、甘いバナナみたいな、まあ、そりゃそうか。いいねのギフトありがとうございます。味はなんだろう。お、危な、ちょっと上から写した方が顔が漏れるから、ちょっと段差をつけます。変わんないか。変わんないか。バナナ、うん、なんて言ったらいいの、バナナ味のジュースみたいな。眠いな今日。なんか最近暖かくなってきてすごく眠くなりませんか。私だけ？最近おすすめのリップある人教えてください。もうなんか口が荒れちゃう。口がね乾燥リップがね乾燥。え、やっぱみんな眠くなるんだ。やっぱあれだよね、季節の変わり目だからですよね。きっとそう。めっちゃ眠いよね。いやマジでみんな眠いと思うから配信見ながら寝ていいですよ。だって皆さん毎日お仕事とか頑張ってらっしゃるからきっと眠いはず。寝ていいよ、私が勝手に喋ってるから。今ねめっちゃ眠いよ。
待って、一回ママに LINE したいことあるから、ママに LINE するわ。よし、オッケー、ママに LINE しました。じゃあみんな、私がね、子守歌をね今から歌っていきたいと思うので、聞いてください、聞いてください、子守歌。ねーんねーん、ころりよおころりよ、親は良い子だ、ねんねんしな、違うか、お腹すいた。マジで公演終わりって空腹との戦いなんだよね。いつも食べちゃうけど、食べちゃダメだ。飲み物はセーフ。まあ寝たらまた明日が来る。最近コンビニのご飯にハマってて、なんか自炊するよりコンビニのやつ食べた方が美味しいから、コンビニありがとう、セブンイレブンありがとう。キャンディ1個ありがとうございます。音符10個ありがとうございます。今日のお弁当は魚でした。いや、コンビニって最高だね。もう節約できないくなっちゃうけど、しょうがないよ、しょうがないよね。もうできないもん、節約、節約苦手、しなきゃしなきゃって思ってはいるんだ。これがなかったらやばいな、顔が丸すぎる。小学生じゃないや。学校に行くときはいつも一つ結びしてた気がする。本当に私ってデブだからさ、もう嫌なんだけど、もうダメだ。まあ、お腹空いちゃうんだよね。今日は公園だったからメイクちゃんとしてます。
グッジョブ。痩せてないです全然。今日眉毛を頑張った。ブスだな。救いようのない人だな、愛さんは。最近ゆうかたんさんとすごく仲良しな気がする。仲良し嬉しいです。なかちゃんの眉毛には勝てんよ。だってそれはそう、中坂の眉毛がいっちゃん可愛いから。本当にでもあれが整えられてしまったらもう最後よ。あれはあれは、あの眉毛はあのままでいてほしいんよ。あの眉毛が細くなってしまったらもう私の知ってる中坂じゃないんよ。かわいい10個ありがとうございます。アメちゃん10個ありがとうございます。アメ食べたいです。かわいい、ありがとう。かわいい10個ありがとう、ありがとう。ね、そうやってギフトでにぎやかしてくれてありがとう。可愛いってありがとう。でもそう、なんか別にもう万人受け、万人受けしようとかじゃなくて、なんかもうなんかファンの人は自分のどこかしらを好きになって、見つけてくれて好きになってくれたから、なんかね、100% 誰にでも好かれるなんて難しいけど、好きでいてくれる、くださるファンの人を大事にね、しなければと思う日々でござるます。思いっきり商品名出して。尊いありがとうございます。かわいいありがとうございます。お弁当マジで美味しかった。6列目から見てました。だってごめん、6列目ね、6列目、6列目、6列目ってさ、めっちゃさ前じゃない？ありがとう。ファンの人と目をねいっぱい合わせましたよ。今日も公演楽しかったよ。今日は全然反省してない、反省してないです。反省します。着替えが遅いことを反省します。着替えが遅くてすごく反省しています。アンコールが遅かったのはイサンのせいなんです。みんなごめんなさい。楽しい時間ありがとうございます。イエーイ。推しメン。私は今日プレゼントを受け取ることができた。
あれ携帯がなくなったよ。あったよ。手拍子聞こえてなかった。でも聞こえてましたけど、そんな早くなってたとは気づかんやった。です。近々ちょっとだけねいいお知らせがあります。ハート100個ありがとう。何かは言えないんですけど、多分ファンの人にとってもファンの人も嬉しいと思います。私も嬉しいです。楽しみにしといてください。はい、いいことです。悪いことじゃないです。いいことです。うんけどね、ちょっとねお腹すいた。まあ皆さんはね、あの推測するの好きじゃないですか。予想するの好きじゃないですか。まあ予想しついてください。まあ当たらないと思いますけど。とか言っておきます。さあどうでしょう。わかるかな。めちゃくちゃあくびしちゃった。公演ありがとうございましたってツイートしたいんだが写真がないの。
集合写真が届かない。まあいっか。なんでもまあいっか、なんでもまあいっか精神で生きていった方が人生楽しいからね。まあいっか、まあいっか、まあいっか。だからツイートしちゃおう。思い立ったが吉日。コンサート両親来るのか、来ないと思います。え、何のコンサート？来ない来ない。アメちゃん10個ありがとうございます。キュンです。今日あんま写真撮ってなかったの。写真いっぱい撮ったと思撮ったちょっと撮ったつもりだったんだけどな、あんまな。そんな撮ってなかったです。でも今日はオレンジの衣装だったので、オレンジの衣装でした。寒かったです。今日寒かったよね。今ね、くるみ氏が水を飲んでました。いや、めっちゃ寒かった、本当に。
寒さ今日までなの？あったかくなるんですか明日から？それはめちゃくちゃ朗報。もうね、私ね、なんか本当にその出かける時の服装が苦手で、服装を決めるのが苦手で全然決めれなくて、なんか普通になんかレッスン着1枚とかで出かけてめちゃくちゃ後悔することが多いんですよ。うわ、なんか夜とかになって、うわ寒ってなって、だからその温度調整のことを考えなくていい、あったかい季節が本当に好きですね。今日は SKE フェスティバル公演。集合写真どこ？ちょっと探してみます。はい、なかった。てれん、てってれー。ドッキリドッキリ大成功。ちょっとブスかもしれない、写真あげたけど自撮りが下手なの。やだやだやだ、ちょっとやだ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 、ちょっと待って、ちょっと待って、追消し追消し追消し常習犯、追消し常習犯だから許して、許せ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 。まだねちょっとしかね、いいねついてなかったからね大丈夫、誰にもバレてない。できた。ねえ、ブサイクだな。まあ、いっか。はいはい、もう消しません、もう消しませんよ、今日は消せません。もう消さないって決めたから。はい、消せません。消せません。はい、残念でした。もう消せません。しかも文章も変わってないから多分、あのね、誰にも気づかれないよね。追消ししたってこと。うんうんうん。オッケーオッケー。今日は消さないわよ、絶対消さないわよ。
なんかちょっとよくわかんないコメントがねちょっと相次いでいて、ちょっとさんはちょっと対応しきれませんが、あめちゃんのギフト1個ありがとうございます。くるみ氏は今水飲んでます。あれ中坂美優ちゃんがいいねしてくれたよ、チュッキだよいつもこんな喋り方してるんですよ。中坂美優ちゃんかわいいよ、中坂美優ちゃんかわいいよ。中坂美優ちゃんかわいい。あとね聞いてほしいんだけどね、聞いてほしいんだけど、あの SKE の公式にさついてるさ、公式にさ載せてもらってるさ写真なんですけど、あやばい、あー1位で逃したか、あくそー、川島のツイートの1いいね逃した、3いいねだった、悔しい、いつも1いいね取りたいのに悔しい悔しい。で何の話してたっけ、何の話してたっけ、忘れちゃったな。あそうだそうだ、公式の写真であのチームEポーズを両手でしようと思ったらなんか指が絡まっちゃって失敗したよっていう話です。できませんでした。そう公式に写真載ってたと思うんですけど、あの E がねちょっとうまいことできなくて、失敗しました。あ、やった、よし1位に取ったで、1位に取ったで、1位に取ったで、マジで川島のどのファンの人よりも早いからな、マウントじゃないけど。私もチキだよキモあのボイスメッセージ送りました今。あのいつもねボイスメッセージのやり合いをしてます川島と。ごめんね川島のファンの方、ごめんね LINE 持ってるんだ、ごめんね初見さんありがとうございます。 HKT オタです。コロナ禍が収まったらチキンさんにギュギュギュ、あー行きたい、めちゃくちゃ行きたいです。私は HKT さんのオタクを SK に入るまでやってて、劇場にも見に行ったことがあるので、あるのですごいそこに立ちたいですね、立たせていただけるのならば。
夢がありますね。私もめちゃくちゃ九州行きたいです。最悪、家族の前で聞いた。だってふふ最悪家族の前で今のボイスメッセージ聞かれたんですけど、やっちゃったな、やっちゃったな、やっちゃいましたね。そんな日もあるよ。恥ずかしい、恥ずかしい、恥ずかしい。チキだよって言ったのをちまちゃんの家族に聞かれちゃったってことだよね。そう、 HKT さんの劇場新しくなったんですよ。やっとこさですよね。ホークスタウンからね、いろんな西鉄ホールだったりスカラーエスパシオだったり、あとなんだったりいろんなところでねやられてて、専用の劇場オープンおめでとうございます。 HKT 好きだったんか。いや好きでしたよ。でもそれはそう、自然な流れじゃないですか。長崎なんで出身が、やっぱ地元のグループのオタクをするのは自然な流れなんですけれど、本当にめちゃくちゃ好きでした。好きでしたというか今も大好き。今も大好きです。だから九州でのお仕事がねしたいし、まあ私は SKE なんですけど、 HKT さんのこともこれからも大好きなので、何かね関われる機会があったらいいななんて思ったりちょっとオタク心が動いて、オタク心ですがそんなことを思ったりしますね。 HKT さんの曲がね好きでね、くるみしご飯を食べています。そう、森保さんがね卒業しちゃう。そう、地元にいた時からなんかいつも食卓についてテレビを見て、岩崎本舗岩崎本舗さんの CM に森保さんが出てたの見てて、すごいなーって可愛いなーって思ってて。すごくないですか。もう長崎ではもう有名、もう有名というかもう知らない人はいないぐらい、すごくすごくすっごく、もう長崎どころじゃないですけどね、もう日本中でも有名なんですけど、本当に長崎の人は特にめちゃくちゃ大好きだったと思うので、もう寂しいです。森保さんがハーモニカの鍵盤ハーモニカの練習をしてるんですよ。で子供が来て怒ってなんかでなんかブーって鳴らすんですよ。この町が私を育ててくれた岩崎本舗。階段をね登るんですよ。長崎は坂とか階段が多いって。ちょっとねオタクになっちゃうんで、ちょっとその話をちょっとねオタクになっちゃうのですみません。 HKT さんの話をしているとオタクになっちゃうので、ちょっと靴で締めます。
あたまにパドキャンパンフフ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 フ。アイドルなんて好きになると思わなかった、僕の気持ちは手痛い、距離をすた近くにいるのに君は切ない、もっと手が届かない。そう、森保さんが卒業されたらクォーテッドグループに今いるメンバーの中では長崎出身は3人になっちゃうのかな、3人になってますね。ファンの人にお洋服もらったんですよね。絶対イさんの好き系なやつなんだけど、やばっ、ちょっと待って、やばっ、メリージェニーなんだけど、初めて、初めてメリージェニーの服初めて着るんだけど、着るんだけどって今着るわけじゃないんだけど、やったー、開けていい、人生初めてなんですよ、ずっと憧れのブランドなんですけど、クマちゃんのなんか首に巻くマフラーみたいなやつはあったんですけど、ちょっと開けたい、なんかもうこういうのさ1秒でも早く開けたい、やばー、人生初めて、わー、見てください、パンパカパーン、いやー見てください、めっちゃフリフリ、かわいい、似合うかな、最高、ポケットついてる、やったー、ポケットついてる、やったぜ、やったぜ、じゃあお仕事の時に着よう、嬉しい、涙が出ちゃうわ、これは何かしら、あ、ナイスクラップだ、最高、いきます、これもポケットついてる、やったー、手紙だ、手紙、手紙じゃなかった、ボタンだっただってこれはもしかして上下セット、上下セットだ、最高、コーディネート考えなくてもおしゃれになれちゃう、わー最高、ありがとうございます、
大切にします。わーわー、生まれてきてよかった。あ、これとこれを下に着てこれを羽織る感じ。うわー最高、ありがとうございます。こういう感じでありがとうございます。キャー、お誕生日のになった気分よ私。お誕生日になった気分、ありがとうございます。いやー嬉しいな、素直に嬉しい。手紙読んじゃおう。嬉しい、泣いちゃう。あー、めっちゃ嬉しいこと書いてある。ありがとうございます。嬉しいこと言ってくれるじゃない。いやんいやんいやん、嬉しいこと言ってくれるじゃないの。ありがとうございます。ちょっとしっかりボタンもちゃんと取っとかんとね、なんかあった時のために。なんかこんなさ、ファンの人に愛されててさ嬉しいです。なんか公演に出るたびになんかお誕生日になった気分になります。ありがとうございます。いいかね。これはなんだ。そういうことか、そういうことか。おお。すごい。すごい。すごいもの、すごいね、なんかね、めっちゃ短いの、これ。どうなってるのかなと思ったけど。多分これだけで着るものではないはず。なんかセット？多分セットで着るやつがついてるのよ。似合うかな？似合うかな？青です。青。ありがとうございます。起用。お仕事の時に来ます。ありがとうございます。タタラ似合う、ありがとうございます。なんかこういうなんか青いのはあんまり自分で買わないので、でもファンの人が自分のために選んでくれたんだなと思うとすごいなんか嬉しいです。着ます。なんか自分のことを思って選んでくれたっていうのすごい嬉しいです。シェイシェイありがとうございます。いやー、これでちょっと春の服は揃いました。私はそんな服をね買う人じゃないので、もうこれだけあれば十分です。回ります、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 世界は回る。
JC に戻った JC じゃないです、社会人です。社会人ですよよよよ服買うために宝くじ買った、いやで結局ね宝くじ当たんなかったっていうね、嫌なこった嫌なこった、悲しいこった悲しいこった。そうね、もっと頑張ろう。今日はちゃんとお風呂というラスボスをねしっかり倒して寝ます。ちゃんと ちゃんとお風呂というラスボスを倒してしっかりおねんねしたいと思います。絶対お風呂に入る。今日は今日の目標、せーの、お風呂に入る。どこにいたって主役は私、私たちがナンバーワン、行くぞチーム E。 お湯は食べません、めんどくさいので。なんだっけ他のチームのさエンジンがさ全然思い出せない。 OSOSOS 我らが S チーム AS だ。 K2 がどこにいたって違うどこに違う違う違う、私たちは一人じゃない、感謝の気持ちをいつも胸に。私たちは一人じゃないみたいなやつだ。なんかこの少人数人数少ない公演になってからさエンジンの動画がツイッターに出るようになったじゃないですか。でも思ったんだけどさ今までってさそのエンジンの様子ってなかなかさ見れなくなかったですか、ファンの人。だからその結構良くないですか、あの動画があることは。ファンの人にとって見れないですよね、なかなか。あとチームによってなんか特色とかも違うから、特色が違うから一番言うのが難しい、なタイミングが難しいのはチーム S さんだと思うんですけど、 SOSOSO のところがね難しいですまつげがバチバチに上がってる。怖い怖い、目玉の親父。ファンの人もね楽しんでくださってるみたいでよかったです。そろそろ終わろうかなと思います。今日はね公演ありがとうございました。
飴のギフト2つありがとうございます。ありがとうございます。青川どんなだった？青川青春ガールズ公園行くぞーおーでした。はい、終わります。配信ちょっとほどいてみますね。多分やばいことになると思うから。マリモちゃんマリモちゃんマリモちゃん、いや眠すぎる。しも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 、ちょっとバブリーになっちゃう、バブリーになっちゃうよ。髪の毛いい匂い自分の髪の毛いい匂い。なんかスプレーしてもらうからどうかしらすんごいボリューミー。しもしもちょっとバブリーになっちゃった。ちょっとめちゃくちゃバブリーになっちゃったよ。次の公演ではなんかハーフツイン、巻きのハーフツインとか可愛いかもね。でちょっとあれかな、ちょっとやりすぎ感で、あ巻きのハーフアップはどう？巻きのハーフアップはどう？やったことないけど。なくもないような、なくもないような気がする。すごい髪の毛恥ずかしいな。ちょっと終わります、終わります。プロというラスボスを倒しに行くぞ。ありがとうございました。スクショ撮ります。みんないい顔してね。いっちーず。オッケー。ランキング読みが名前が読めないので、読めない代わりにスクショをメールに送るっていう、メールに送って心の中でちょっと遺産は読むっていう方針にします。いつ解禁されるか分かんないです。あでもまあいいか、今日はとりあえず読むか、今度からそうしようかな。13位ま、12位ひ、11位な、10位み、9位き、8位が、7位ご、6位く、5位ふ、4位け、3位と、2位や、1位し。ありがとうございます。拍手喝采。ブロードウェイ、今日は特別に22位も読んであります。22位、レ、ありがとうございます。はい、しもしも、オッケーバブリー、バイバーイ。三つ編みをほどくとこうなる、バイバーイ。